死んでプレイします。やばすぎるっすわ。うわすごい、なかなか入れない。これ入れないですよ。うわこれ、うわすみません失礼します。ほんとご縁っすよ。もうほんとにありがたい。もうご縁なんだ。いけました。うわ、はい、マルサウ練習場とジャンクライフスタジアムですね。うわめっちゃ広い。今から行きます。今から後でプレイします。やばすぎるっすわ。想像の 2,3 倍ぐらいでかかったっす。いかつい。練習場じゃない、普通にスタジアム。すごいね。いやこれはちょっとやばいっすわ。充実しまくってます。はい、新しめの施設ですね。そうです。はい、はい、バルセロナの練習場登場。いやあのちょっとすごすぎて、何すか今日すごすぎて、なんかちょっと反応がそうね、あのなんかちょっと実際さ、なんかこういう博物館とかさ、はい、建造物はさ、はい、なんかどっかにありそうじゃない。ありそうです。トップチームも練習してる本物の練習場。トップチームっすよ。しかもあのこの外観だけじゃないです。今日ダメよ言っちゃう。逆にもうダメですよ。もう2年もメディアは公開されてます。はい、2年ぶりの、はい、日本っていう国で言うともっと前かもしれない。確かにメディア公開っていうのは相当な厳重な壁もあるし、はい、相当な厳重な警備の人も多分、はい、めっちゃ怖そうな人。全然メディア公開っていうのは芝生に入れません。芝生に触れてしまう。やばいっすよ。いや自分でもよくわかんない。いや本当そうですよね。ナスさんでよくわかんない。俺なんかもう意味わかんない。マジで意味わかんない。こういうふうにジョアン・ガンペルという名前がついてますけど、これジョアン・ガンペルさんというのはもうあのバルサの創設者です。で初代の会長。会長。はい。いろいろこう説明してもらってバルセロナの歴史も含めて、はい、今までの功績っていうのを目にした後に。今やってる練習場に来ちゃうっていう、はい、もう贅沢すぎて、多分反応薄いわけじゃないんですよ。言葉が出ないというか、表現しにくいです。ちょっとなんかテレビで見てた光景を自分の足で経験させてもらう。起きたらベッドとかありえない。マジで夢だった。マジでありで、次に那須さんとか、いや那須さんとさ、バルサ一体やめたんですよ。っていうレベルっていうレベル。ちょっと紹介します。アルベルトさん。アルベルト、アルベルト、はいはいはい。で、ほら彼が今回のまあいろいろバラン逆効果を含めていろいろ提案してくれました。はい、もう一回言いますけど、ここ絶対に入れないところです。まず試合前に記者会見、練習場でやるみたいで、記者会見場。こんなとこいいんですか。長らく日本のメディア来てないです。久しぶりだそうです。めちゃくちゃ鍵あるもん。うわすごい。ここはあの会見場ですね。あの試合、特に試合前日が、試合前日ですね。練習してから、ね、チャビが。うわー、やばい。どうぞ、どうぞ。あ、トライ。また。ここは恐縮です。バルサの方がいるのに。ここは本当にもう監督とかしかね、座らないような感じ。はい、確かに。これはちょっと待ってね。うわ座り心地いい。バルセロナ選手ってどっかに泊まってカンプノに移動するんで、ホームの場合は前日のその合宿っていうかそのホテルっていうかもなくして、もうギリギリまで自分の家に行ってカンプノには自分で行くっていう、そういう仕組みにしてるんですよ。それはね、グアルディオラが自分が選手だった時になんかあえて普通の生活をしながら自分の家族だったりとかいた方がリラックスできて準備が良かったから、それをちょっと変えたんですよね。それを変えてからずっとそのままになってます。
です。アウェーはさすがにもちろん前日なんだけど、ホームはもう試合前までもうグループまで自分の家族といる。引退試合の時ですかね。はい。それの前日がシャミガンズのホテル。そうです。はい、そうです。もうじゃこれもう関節触り、はい、いやいやお尻、はい、お尻に関節触りってことですよね。多分だってチャミ最近だからチャミの次に座ってるんじゃないですか。え？だって最近の話だから多分誰も座ってない。チャミ矢印ウンパルンパ。なさそうね。すごい、ね。最終日なんか落とし穴とか待ってる。こんなにいいことをバックスに回ってこの突き当たりがそのもうトップチームのトップチームは施設グラウンドが2名あって2名トップチームだけなるほどの天然芝のグラウンドが2名あってであと全部もうロッカールームとか、うん、施設とか全部あります。世界最高クラスの天然芝だろうなもう。いやもうバルセロナのトップの人がで、ね、はい、練習するなんてもうどんな芝刈り職人がやってるんですかね。いやもうね本当もうものすごく予算かけてるんですよ芝には。 ね、それはここの芝にもそうだしカンプロの芝そうだけど、ものすごくやっぱりこうプレッシャーなんですよね管理してる人たち。そうですよね。ものすごくプレッシャーここに来てあの車も止めたりとかして、この上にグラウンドが2名ランドスタンド2名ありますね。そこに病院もあって、全部MRI とか全部取れる場所、ここにある。すげー、はい、テレビってこれ何ですかこれ。ちなみにファクトリー TV のスタジオなんですよ。今メディアが例えば何かこうその取材だったりとか何か取りたい時にも中が全部あのさっきのねそういうところではなくてちゃんとバルサのカラーだったりとか練習終わったらすぐすげえ。すげえ。これ。ダダン。はい。この高さを見て、上でトップの選手たちがここを目指して、はい、確かにみんなはこの上のね、はい、ここを目指して。そりゃ頑張るわ。そりゃ頑張るよ。なかなか入れない。これも入れないですよ。これ。すみません、失礼します。失礼します。ここに90名の超スター、まあ言ったら選ばれた、そう、もう選ばれた人の各カテゴリーの、お金じゃ取れないです。お金払ってこちらで栄養面とか、はい、全て管理されてる。そうですね、勉強もそうだし、栄養もそうだし、メンタルケア、はいはいはい、あと家族のケアまで。だから選手中心で家族のケアまで、もうその300マシア365度っていうね、もう全面的に選手をやっぱりサポートする。でこのオリオル・トルっていう方は彼が本当にあのバルサの育成でとてもあのスカウトから、はい、あとメソッドも含めてすごい大切な人だったので彼の名前がついてこのリオですね。昔からのその作り上げた方々をすごい大事にしてる。そうですね、はい、確かにみんなにこう刻まれてるんですね。そうで特に育成って、まあ、トップチームに比べたら、まあ、その注目度が低いじゃないですか、うん、そうですね。でも大切重要性で言うと、うん、ものすごくやっぱ重要なんですね、うん、でこの今のバルサがあるっていうのはやっぱ彼らみたいな人たちが当時頑張って、うん、まあ、バルサのアイデンティティみたいなのを突き上げたのは、まあ、彼らみたいな人のおかげですね。もうクラブとしての方針というか指針がもう明確にあるからこういう人を大事にするっていう名前をこうやってね創設者ってすごく大事なんですよ。そうですね。でもそれとクラブがしっかり軸がないとそういう名前とかって記載できないというか記せない。あのバルサのこのアイデンティティみたいなものって変わらないんですよ、まあ、変えられないものになる。それはやっぱりこういう歴史がすごいそういうふうに指しているわけです。先ほどからそのユースの選手とかがこう出入りはしてるんですけど、やっぱ目つきが全然違います。びっくりしました。はい、もうやってやるっていう目で威嚇されてるわけじゃないんですよ。目つきが全然違うよね。え、日本の子たちももちろんあのいいんですけど、なんていうんだろう、こう、あ、なんかなんていうんですかね、会釈というか、そうそうそう、こうやって撮影してたら大体こうとかなんか言うみたいな感じなんですけど、もうさっきの方、今の方もそうなんですけども、もう常に戦闘モードもうすごい、はい、撮影 NG っていうことだったんですけど、はい、中に特別に入らせてもらって、もうあのマシアの象徴みたいな、あ
の3方、はい、の等身大よりちょっと大きいぐらいかな写真が飾られてるんですけど、それが真ん中にメッシ選手、それでイニエスタ選手、チャビ選手、3選手マシア出身で、バロンドールその2010年にメッシ選手が取って、2位がイニエスタ選手、シャビ選手が3位ということで、もうあのマシアの象徴ということで、うん、40年の、はい、もう最高傑作というか最高傑作の3名がもう全員マシアって、はいはい、あの正面玄関に、でそれを見てみんな彼らを目指してトップチームにっていうところを、あのもうすごかったですね。あとそのメッシ選手が初めて登録、まあ、入団登録の写真ですかね、はい、写真とかもあったり、めっちゃ幼い写真もあり、超貴重な写真がたくさん飾られてたんですよ。これ見た後の練習場はちょっとサッカーしたくなるんじゃないですか。監督とかに全部映像を渡せるようにも全部こう仕組み化されてる。すげえ。それにするとバルセロナだからってことですね。スペインでそういうのはもう主流。まああのもちろんあのクラブのねその希望にもよるんですけど、でも結構今使われてます。ここまで各カテゴリーでそのこうやって撮れるみたいなのはあのスペインとかだけじゃなくて今見ても。少ないです。そうです、で基本的にバルサの考え方としては2年は最低、まあ、取ってきた選手に対しては2年は最低置いておくっていう、やっぱり育成年代って、まあ、成長の時間は必要だから、ね、はい、ダメだったら別に子供でももうあの他にレンタルしたり、もしくはもう移籍させたりとかっていうのも、そう、ちっちゃい時からレンタルとか移籍とかある、はい、まあ、お金は発生しないんだけど、はい、でもあの仕組みとしては全然ありますね。うわ、ここは、まあ、あの女子のトップチームとか、まあ、ユースの B チームとかね、はい、あのユースの A チームとかがもうあの天然芝でやっぱりこうもう慣れて、その年代それやる、グラウンドの横にすぐにジムがあって、もう練習の一環としても使えるように、はい、で奥が一番ちっちゃい年代です、ナーリン製とか、ちっちゃい年代の、目に見えて見える環境ってすごいやっぱいいですね、はい、もうすぐだってそのカテゴリーが上の人たちが横でやってたりとか、そうですね、うわこのくらい高いんだよ、ね、トップさらにこれが上がるにはやっぱこのくらい努力をしてで、ここに上がるとさらに B があって、で B の向こう側に高い柵があって、そこにトップチーム、道のり長いっすね。まあでもなんかそうであってほしいですよね。もうバルサの練習場なんですよ。今日はあのいろいろそのチャレンジの方をちょっとコーチ、はいはい、バルサアカデミーのコーチです。はい、ここがユースのトップチーム、ユーストップが使うブランドで、ここでもあのリーグ戦もここでやってます。あ、ここでやってるんですか。ここは、バルサアカデミーの、あの子たちが毎日練習するところです。ちょっとじゃあ、あの着替えますか。どうぞ。もう本番は。なんか、一緒に出してます。よ、あっちの辺は、あれ、来世じゃない。おぉ、グラシアス、グラシアス、トレーニング、えぐい、えぐい、エンブレム、やばい、ブラボー、バモス、バモス、バモス、バルサジャージゲットしましたね。ダメだよ、ダメだよ、これは初日から、ダメだよ、初日からやるんだよ。
かボールを蹴らしてもらえるって言って、はい、やばいってってかもう着てるだけでもやばいマルサのエンブレムを身にまとってここはあのバルセロナですよ公園じゃありませんかね。Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a hacer un reto de goles olímpicos. まあこのいろんなポジションからそのゴールにボールを入れるっていう、はいはい、チャレンジをします。近いところから遠いところまで、うん、さあ、ちょっとやっていきます。なるほど、はい、対戦で、はい、おっしゃ誰が勝つか元気で始める。合計8で、4と4。これ練習なし。なしです。めっちゃ緊張してるじゃあ行きます。はい、はい、次行きましょう。やっと行きましょう。やっやっマボスマボスマボスうわー、いったこういう切り方も入んない。こういや、違うチップキック気味でこうやって感じない。うわじゃあ行きます。はい、あいやでも、ね、ポスター当てられない入ってないですからね。ちゃんと浮かしてくるこれは入ってあれ断定1-0ね。じゃあ行きます。はい、あーまあそうね、そうなるよね。ここはマジで決めた。えー、えー、あー VR 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 おっ、おおすごい。一瞬なんか入りそうだった。いやー、一決めない。一決めたら相当プレッシャーになるから。プレッシャー。プレッシャーにね。おっ、来た。おお。入ってない。入ってない。ノンゴール、ノンゴール、ノンゴール。レフリレフリノーラインこそないといけないから全部。うわー早いか。さあ、さあ引き足なんだね、さすがに。はい、ここはもう行きます。うわおお、うわぁ、さすが、うまうなうな、やろ、いちいち、いちいち、えぐい、いやぁ、うわぁ、うわぁ、引き足、引き足、引き足、もうこれやった。おぉ、あぁ、でも、2-1で、2-1で、やりました。とりあえず、うっさぁ、やられた。壁を動かしたかった。いや、ちょっとあのダッシュも。こんなこのピッチでダッシュ。ちなみにこれ市営公園じゃないです。これ違うんですねこれ。うわ嬉しい。バルセロナで息上がってる。三球三球。あ、チャンス。お、うわ、でかいわ。いやー惜しい。たぶん次当たります。さあ、2本目、はい、あぶねー。きた。うわー、うわー、
った本番に強いうわそうキーパーいないからゲートボールみたいに打って一番そのタッチラインのあのゴールラインに近いボールが勝つ、はい、はいはい OKOK それはもう1回しかないからチャンスでもう1回1回、はい、じゃあ負けが走って打つまで戻ってダッシュよっしゃえこれもうでもこれで終わりってことですか終わりで終わるやばっ超えてもいいんですかえ超えてしまうともう負けはいどうぞよし、はいいいんじゃない結構いいんじゃないおぉ止まれえ、うまっうまいうまっあったっておっ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 バルトロナで走ってくれたいや、嬉しかった罰ゲームじゃないや嬉しがってる人いたいやフェリシダです、カンペオンGracias, vamos! Vamos! やっぱり、estás cansado de la carrera que... 楽しかったです楽しかったですベリー、ベリー最高楽しかったベリーエンジョイバルサアカデミーとしてですねあの日本から来ていただいてで本当にこのバルサの施設でこう体験できたのでとても光栄に思ってますいやいやじゃあまたどこかでお会いしましょういやー、ぜひともですはい、あの視聴者の皆さん、はいもう一回確認させてください公園ですよねこれ人工芝の公園ゴールもある公園あそこ見てくださいはい FC バルセロナのここはグランドですはいグランドでなんとアカデミーのコーチの方からボール蹴ってはいっていう逆オーバーの提案がありましてはいいやもうあの本当夢のような時間でちょっと意味がわからないですうん息が上がってることさえ幸せです貴重なお時間をいただいてボールまで蹴らさせていただいて本当にありがとうございました本当にありがとうございます今回特別に許可をいただいて、はいこの施設グランドの方に撮影させていただきました、うん、本当に夢みたいあのただの夢みたいじゃん本当に夢みたい俺も夢みたいっていうのがマドリード行った時にアトレティコマドリードだったりあのその関係者の方も聞いて本当撮影 NG って絶対的にそのトップ3は難しいっていうのを聞いてて外壁で映せたら幸せだなっていうことですって言ったら、はい、まさかまさかがいっぱい重なってるっていうはい正直言って申請してないんですよここまで中を見たいですかこれは向こうからぜひやりますよ。本当ご縁ですよもう本当にありがたいもご縁の。コーディネートのお願いしたのも1週間前とかそういうタイミングでしたもんね。バルサファンとしても少しでもバルサ好きになってくれるっていうのがやっぱり本当にありがたい。走って苦しい自分が幸せだと思う。なかなかまああのトレーニング嫌いじゃないけど。このグランドでこんな追い込めてる俺みたいなやばいってあれはスプリンクラーとか全部あるんですよ天然負けるいやあの俺がちょっと驚いてるのは、はい、天然芝確かに撒くのはあるんですよここ人工芝なんですよはい人工芝で撒くっていうことがどれぐらいすごいかっていうだってまず予算がないとっていうところもありますし、はい、あとやっぱそのバルサメソッドのボールスピードっていうところだったり、うん、そこを同じあの再現性を持たせるために練習前にすごいやばい、はい、1000年代でこれがあるから、はい、確かにそりゃ強いいつ、はい、なんだこのねチャンスがカテゴリーでね、いい選手で言ったら1個上とか2個上とかすぐ上がれる、はい、上がっても全く遜色ないこと同じことをできるっていう環境下を作ってるっていうすごさバルサいる感じしないよねいやもうブラボーオラ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 ブラボーバモスオラオラオラブラボーバモスオラオラオラ
彼らもそうなんですけど、彼ら以上に僕とウンパ今幸せです。本当に夢みたいな時間を見させてもらいました。しかもバルサのエンブラム練習に来させてもらって、まあ、まだスペイン初日、あの初日です。今回初日です。15日目ぐらい。初日初日です。一般の方が立ち入れないところをいろいろと立ち入らせてもらって、はい、少年像を撮らせてもらったので、はい、これからもね、サッカー界、日本サッカー界も盛り上げられるように、はい、もしくはスペインサッカー界ね、なんか巻き込んで、あの一緒にね、あのサッカーのつながりで頑張っていければと思いますので、はい、これからもよろしくお願いします。お願いします。バルセロナ潜入ということで、はい、最高でした。プレーで初日終わったんですよ。はい、飛ばしすぎよ。全部やりたいことやらせてもらいました。やりたいことっていうか、もう無理なことも叶えさせてくれたので。いやいやいや、なんかね、あの元気ないわけじゃないんですよ。はい、元気ないんじゃなくて、感慨深すぎますね、これは。なんかね、地に足がついてないすごいことですね。もうさせてもらったなみたいな感じっすね。いやー、だってバルセロナっすよ。はい。バルセロナってもう、まあ、知らない人いる、いないわけがない。いないです。いないと思います。そのチームの練習してるところへ行ける。うん。1日目。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。うめえ、濃い1日目だったね。濃すぎましたね、うん、ぶっ通しすぎっすね、1日目から。本当にずっと圧倒されてました。スタジアム観戦のツアーだけだと思ってたから、当初は、うんうん、まあそれ撮影できるだけでもさ、すごいじゃん。相当ありがたいですよ、完封の。そしたら、あの一般の人が入れないとこまで、うんうん、会長の座る席から、会長のフォルカ会長の席から、ロッカールームから、うん、芝生に一番近いところまで行けたり、あんなにも受け入れてくれるんですね。なんか優しすぎるっすね。いやもう本当あの今回のこの本当にまず初日は、まあ、アンドレスの通訳のサンティのお兄さん、はいはい、サンティにお願いして、はい、まあ、そこのやっぱね、あの関係値もあったから、はい、そしたらお兄さん紹介してくれて、はい、でトムさんがバルサに連絡してくれて、はい、バルサの候補がそのアルベルトさんに行ったから、いろんなタイミングとか運とか全部が噛み合って、こんな短いさ期間で、普通は全部そこからあの削られていく内容。メディアはまず普通は入れない場所。アルベルトさんがしかもそうアカデミー担当だったっていうのも、そう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 、もう奇跡。それも奇跡。それも奇跡。コロナでね、時間が空いて TikTok を家でこう軽いノリでやり始めたら、カンプノーまで来てしまった。ラポルタ会長の、はい、あの席でなんすかって言った人初めてだから。初めてですよ。ダメだよ。ダメだよ、こんなのやっちゃ。もうスンパと俺も、そうですね、着替えたのも本当に本当になんかこうご縁だし、もう全部が本当に噛み合って噛み合って、うん、でウィナーで一緒に監督選手やってウィナーで、ウンパも頑張って俺も頑張るっていうストーリーが全部いろいろ噛み合って。いやでも、うん、僕もたまたま始めたのは始めたっすけど、やっぱりこういろんな波があって、うん、頑張ってきてよかったなと思える瞬間でしたね、本当に。これが多分マジで過去一レベルですね、もう。インフルエンサー始めてから。特にやっぱ俺はサッカーをしてた身からしても、だ僕もね、那須さんと一緒にずっと撮影してて、那須さん一番いい顔してたんじゃないかっていう思いましたもん。前回そのスペインでビジャとかイニエスタとか一緒のチームメイトで、彼らの偉大さが分かり、うん、で俺ビジャと会うのすごい緊張しちゃったもん。あ でも超絶フランクだし、優しいし、とアトレシコマドリーのその撮影 NG ってとこだったり、それもビジャが取り合ってくれたから、ね、トーレスと会わせてもらったりとか、なんかすごい
厳重だし、それが入らせてもらえたその前置きがあったから、バルセロナ入れちゃうみたいな。確かに日本の正直インフルエンサーの方、すごい方いっぱいいると思うんですけど、バルセロナからしたらやっぱ世界ワールドワイドなんで、かつサッカーをやってる方じゃないとやっぱお金でも入れないですし、そのインフルエンサーだけでも入れないですし、いろんなのが本当に噛み合わないと今回本当に実らなかったので、マジでいろんな人に感謝。確かに本当に感謝。あ、でも一旦あの3本勝負一応勝ってるんで、あのここのご飯代あれ実はかかってたんで、走りだけじゃなくてかかってました、はい、いやそれ言っとくよかった。あ、でも言っといたら、まあ、僕負けてたも多分あの頼んでたんですけど、甘えてたんですけどね。今日どうでした？1日普段じゃ絶対に経験できないようなところに行かしてもらったり、こう自分がテレビとかもう届かないであろう存在のところに足を運び、間近で見ることができた、もう最高の一日でした。いや本当に僕も同じ気持ちです、はい、めちゃくちゃ同じ気持ちで、はい、あの本当に人って、まあ、感動だったり幸せすぎると、うん、すごいっていう言葉しか出ないと思う。もう言葉を失うぐらいすごかったです。本当に本当にすごい、あの充実したバルセロナ1日目だったんですが、はい、なんとあのその、バルセロナなんですが、日本で横浜、葛飾、奈良、広島、福岡とアカデミースクールをやってるということで、はい、で福岡校からなんですけど、はいはい、冨安選手、アースになるの。あ、じゃあ冨安選手は福岡校に行ってた。そう、行ってたっていうことで、そこから今のまあ現在のアーセンなんです、うん、マジか、うん、至るっていう経緯があったので、まあ、そのバルセロナメソッドを、はい、そちらの日本のスクールで学べるっていうことなので、うん、概要欄の方に記載してありますので、バルセロナメソッドだってプロを目指したいっていう方だったら、うん、すごくそのプロを目指す入り口だったりきっかけになるとは思うので、もうぜひね興味がある方は行っていただければと思います。ということで、まあ本当に充実した1日目だったんですが、最高でした。はい、まだあと4日間続くんで、はい、はい、頑張っていきたいと思います。頑張りましょう。はい、それでは皆さんまたよろしくお願いします。されてます。あら、はい、ベストプレイヤーは常にリーダーなのか。まあリーダーシップっていう言葉に関しては、でも周りを巻き込めないといけないので、うん、結局それを言語で巻き込めるのか、アクションで巻き込めるかっていうところが、やっぱリーダーシップって言われる人にふさわしいというか。Yo tengo dos apellidos en España. Ana Campayo García. Tres nombres, un nombre y dos apellidos. Me otorgi de bajo que se enoji. Ichiban vital no maegairu. Yeah!